それがですよ、この間見ましたよ、うん、あなたのモンドの番組、うん、あ富士かな、富士か、うん、フジテレビ1の、うん、パチスロ旅ってやつ、うん、みんな見てます、うん、なんかちょいちょいコメントが来てたね、うん、あ本当、うん、パチスロ旅っていうさ番組があって、うん、あれをねパッと ある日見たんですよ、うんうん、したらあなたさ、うん、めちゃくちゃお面白いね、全然面白いこと俺は言ってないですよ、相方のさくちゃんの方がずっとボケてるから面白い、だって僕何も言ってない、いやあれ面白いわあの僕ね、うん、あのディレクターの人のさ、うんね、あの作り方とか、うん、方ちょっとあのいろんな演出的なね、あのテロップ出たり、はい、もちろんあれも面白いんだけど、うん、それ以上に、うん、生駒君がねポロッと言う一言が、うん、昨日聞いたこと言うんだわ、うん、そうかな、うん、 まあ、ありがたいですね、嬉しいですけど、いや俺ねこの間ね仰天したのが、照れるわこれちょっと一個さ言っていい、はい、なんかさ、なんかねこのシーンが終わります、うん、じゃあシーンが変わってどっかに飛びますっていう時に、はいはいはい、シーンが変わる、じゃあ今ね、うん、あの、兄貴が、うんうん、びっくりするぐらいかっこいいことを言ってシーンが変わります、じゃあお願いしますって言われて急に振られて、かっこいいこと言ってシーンが飛ぶ、何言うんだ、えこんなん俺絶対無理やわと思って、でぐって真顔でカメラに言ったのが舘ひろしって言ったんですよ俺天才やと思って俺声出して笑ったわ、舘ひろしは2回目じゃないかな、その前にも切り替われてるの、うん、あそうなの、うん、あんねん、あってあったんだ、そう、えもう1回目なんて言ったのダンディーハウスなあ、はい、面白いじゃんね、でしょ、うん、かっこいい言葉なんて分からへんなかなかいかないねその2つはこの人なんかさ、うん、大喜利とか結構くわ、ね、厳しい人で、うん、いや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 、僕ももともとなんかはがきのさ、うん、読者ページの選者とかやってて、はいはいはい、大喜利的なそういうのって、うん、結構ね目が超えてるんですよ、うん、だけど、うん、10点ですよねダンディハウスよくそこで出るなと思って舘ひろしにしろ、うん、ダンディーハウス、うん、よくで俺絶対無理やわと思って、いや出てこうへんよあんな、やっぱりなんでそんなことやらされてるんですか、なんかね、うん、声の人ディレクタープロデューサーなんですけど、うんうん、結構こう振ってくるんですよね、はい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 、はいはい、それに乗っかるかその場その場で、うん、そうですそうです、もう面倒くさい時はもう無視しますいやいやあのね桜井さんっていう人はドラゴンアッシュのドラムなんですよね、めっちゃうまいってことだよね、そもちろんねえ、うん、ドラゴンアッシュのドラムって難しいでしょ、うんうんうん、変則的なねねえ、そうすっげえ変則的な、ちょっとヒップホップが入ってるからさ、すげえ変わったリズムの叩き方とか、あとさあのバンドってさ、うん、ちょっとおかしいじゃん、うん、だからどういうとこ、いやあのね、アルバムのたびに音楽性がガラリと変わるでしょ、はいはい、そう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 、俺がそうだったね、そこがさすっごいと思ってて、うんうんうん、何でもできるバンドじゃん、うん、ある時1枚丸ごとフラメンコになったりさするんですよ、でもどの曲もすっげえかっこいいの、であれをいちいちね、うん、あの多分ボーカルのさ、うんうん、彼がさ、はい、こう自分の趣味とか、うん、今かっこいいと思ってるものをやるわけでしょ、そうそうね、そのリクエストを受けて、うん、それに応じて叩いてるわけじゃん、うん、すげえ才能だと思う。